人生は祭りだ。わっしょい。こんばんは、しまこです。今日も一日お疲れ様でした。本当によくやりましたね、私たち。はい、ということで今日も一緒に晩酌していきましょう。で、今日も結構豪華になりましたので、今日はね、クラッカーとかもあってちょっとおしゃれになってます。じゃあラインナップをお見せします。はい、全体的にはこのような感じです。今日は梅酒になってます。で、汁物に、おばんざい一式です。まあ食べながらお話ししますね。ではいただきます。金沢梅酒の炭酸割りです。ちょっとだけいただきます。乾杯。お疲れじゃん。癒されますね。じゃあまずはね、酢の物から食べていきます。健康のために。まずはこれは酢玉ねぎですね。お酢と、蜂蜜で漬けてある酢玉ねぎです。酢と蜂蜜の甘さが美味しい。これ漬けて3日目ぐらいなんで、結構しっかり味が染みて美味しい。今日もこうして晩酌にありつけてありがたいよね。ちょっとピリッとするのが好きだな。今日の、汁物なんですけども、だし粉と味噌で味付けしたスープですけど、まあ味噌汁ですよね。レタスとえのきで、わかめとオクラが入ってます。癒される。結構レタスって味噌汁に入れると甘みが出て美味しいよね。美味しい。だし粉はおなじみの365おだし、本当に美味しいの。味が決まるというかね。うまいうまい。こちらがね、このおばんざいは今日で食べきりです。はい、やっと食べ納め。ちょっとすだちを絞って、サバ缶と人参、ナス、白菜、えのきで、お味噌と醤油が入ってると思います。これにすだちをかけるとね、爽やかで美味しいの。結構このおばんざい3日間か4日間ぐらいね、食べたけど、今日最終日だけど最後まで美味しい。むしろ今日最終日が一番味が染みて美味しい感じがする。はーいうまいうまい。酢ごぼうです。酢ごぼう、ウェルネスキッチンっていう、結構健康とかそういったお惣菜とか紹介してくださっている管理栄養士の関口彩子先生のね、動画を結構参考にさせてもらってます。お酢とすりごまとラカント入れてます。この酢ごぼうはもう1回分あるかな、もう1食分あるかな。副菜をね、結構作り置きして、タッパにね、いろんな種類冷蔵庫に入ってるんですよね。これは酢キャベツです。だからね、酢の物の3種類あったわけ。酢玉ねぎ、酢キャベツ、酢ごぼうってね。シャキシャキ。そこまでね、酸っぱすぎないような作りにしてあるから食べやすいですね。保存が効くしね、酢の物はね。おいしい。こちらはラーメン用のチャーシューを買ったんだけど、なんかベーコンみたいだったってこの間言ってたやつです。もう使い切りたいので、もう全部入れちゃいました。みりんで味付けしたベーコンみたいな感じ。やっぱりお肉系はお酒飲みたくなるね。
しい。うん。では今日のメイン3種なんですけど、クラッカー、念願のクラッカーをやっと買えたので、クラッカーにのせたクリームチーズのアレンジ3種です。美味しそう。じゃあまずはどうしよう、あ、これからいこうかな。はい、クラッカーにクリームチーズ、レーズン乗ってます。いただきます。うまっ、合う。レーズンの甘酸っぱさとクリームチーズとクラッカー最高。クラッカー自体がチーズクラッカーで、香ばしい風味のクラッカーなんで、より美味しい。絶対合うわ。これはミートボールです。今日さ、人参が欲しくてスーパーに行ったんだけど、すんごいちっちゃくて、だんだん季節じゃなくなってきてるのかな、すごいちっちゃくて。でも人参の酢人参を作りたかったの。だから買ったんだけど、ちょっと見てくれる？今冷蔵庫から持ってくるね。これなんだけど、いつもと同じスーパーなんだけど、明らかに小さくなってんのね。やっぱ季節的なものだよね。こんな感じ、手のひらサイズ、こんな感じの、本当にね、こんな感じなの。大きさ分かりにくいかな。とにかくね、手のひらサイズなわけ。ちっちゃいと思ったけど、まあどっちにしてもやっぱ一人分だから、これでもし酢の物作って一人分作っても1週間分はあるからね、一人だとね。まあこれで OK だなと思って、これで80円、1本80円ぐらい。ちょっとしばらく、どうしようかなと思ったけど、やっぱり人参食べたいしなと思って買いました。ミートボールはもう安定で美味しいね。もうだし粉の美味しさが引き立ってる。じゃあ続きましては、さっきのね、あのみりん漬けのベーコンみたいやつですにクリームチーズになってます。これも絶対美味しいと思う。いただきます。うまい。甘辛ベーコンとクリームチーズ、香ばしいクラッカー、最高です。最後にクラッカーの香ばしさが鼻に抜けて美味しい。このクラッカーはめちゃくちゃ安くて、ここに写真載せときますけど、トップバリューでたくさん入ってて98円だったんですよ。うわ、ラッキーと思って、まあ袋なのでちゃんとあの縛って保管しておかないといけないんですけど、たくさんあるんで、これから多分晩酌によく出てくると思います。安いよね、ラッキーだった。今日面白いなと思ったのは、ショッピングのこのカートあるじゃないですか。あのカートって、まあ、大抵普通はショッピングカートの上にカゴを乗せて引くと思うんですけど、今日そのショッピングカートにそのまま商品乗せてる方がいて、カゴを使わずに、でしかもお菓子とかカップラーメンとかいっぱいもう溢れて落ちそうになってんの。もうちょっとしたらなだれて落ちちゃうよみたいな状態になってて、こんだけ入れるならカゴ使ったらいいのになぁと思って、大丈夫かなと思って、私はそのままね、と思いながら、あららーと思いながら私は通り過ぎていったんだけど、だからなんかいろんな人がいて面白いなと思って、ただそれだけの話なんだけど、もう
でもね、まあ決まりはないからね、何でもね。その人のなんかね、思いがあるのかもしれないしね。人の数だけ考え方があって、人の数だけね、生き方も違いますしね。あるがままでいいんだなって今は思いますね。美味しかった。ラストナンバーなんだけど、ちょっとデザート感覚で、実は今日ね、初めてレモンでママレードを作ったんですね。レモンの果汁と中のあのシワシワの部分ね、と皮も全部使ってママレードを作る。これもウェルネスキッチンの管理栄養士の関口彩子先生の動画を参考にして作らせてもらったんだけど、レモン皮ごとと、お砂糖で、私はアレンジでお砂糖の代わりに蜂蜜も足しました。クラッカーにクリームチーズと手作りのママレードでーす。楽しみ。どんな味になるんだろう。いただきます。レアチーズケーキになった。甘酸っぱいレアチーズのケーキにビスケットみたいな感じ、クラッカーだけどね。おいしい。で、皮の苦味が残ってて、苦味が口の中に広がって、私苦味とか酸っぱみとか結構私好きなんで、すごくおいしい。レシピの5分の1ぐらいの砂糖の量にしたんですよね。まあラカントですけど。だからね、苦味が強くて私は大好きで、実は今日これ梅酒の炭酸割りだったんだけど、この中にもね、ママレード入れてあったんですよ。うん、そう、柑橘系の味もして美味しい。あー、美味しかった。ほんと、もう幸せだね。こうしてさ、毎日毎日ご飯を食べているっていうことが、とってもとっても幸せだし、すごいことなんだよね。だから毎食こうしてご飯食べたり晩酌したりすることって、それだけで私たちは素晴らしいと思います。人生を謳歌できてる、謳歌させてもらってるみたいな、楽しめているっていうことが最高じゃないですか。そしてこうやって一緒に分かち合えるね、 YouTube というものがあって、意思疎通がね、コメントを通してできるっていうのもありがたいなって思います。いつも本当にお付き合いありがとうございます。では、ごちそうさまでした。うん、じゃあまた明日もきっといい日でありますように。また一緒にハピ飯しましょうね。ハピ晩酌しましょうね。今日もあなたは最高でした。素晴らしい、最高。ゆっくり休んでね。いっぱいねぎらってゆっくり休んでね。お疲れ様。おやすみ。ありがとう。ありがとう、世界で一番の宝物。生まれてきてくれて本当に。